今年はやっぱりワールドカップカタール大会がありました。これにおいてですね、いろいろな論点が出てきました。この宮城チャンネル過去借りワールドカップに便乗してサッカーの話たくさんさせていただきました。楽しかったです、ありがとうございます。なんですが、ワールドカップというものは国内にいながら世界のいろいろな文化の違い、価値観の違いというものを教えてくれます。少なくとも私はそのように捉えております。ワールドカップアメリカ大会があった時に、それほどアメリカ人が盛り上がってなかったんですよ当時。なんで世界的に日本ではワールドカップ出れないとかっていうことで日本国中が落胆した。そんなそのかアメリカではそんなに盛り上がってませんよと。でこれ私にサッカーの細かいことをいろいろとね、あの楽しみ方から何から教えてくれた友人がいまして、彼に聞くと、うん、アメリカでそんな人気ないからねと。今は人気ありますよ、当時はそんな人気なかったんですよ。なんであんだけ世界的に盛り上がってんのにっていろいろと突きつけめていって、その後のフランス大会、そして日韓共催などなどを経て、ああここだけの話ですよ、ここだけの話、世界中でアメリカの皆さん、いやアメリカという国が嫌われてるんですって。嫌われてる、ここだけです、同盟国ですからね。で今お友達ですからね、ここだけの話ですよ、ここだけの話だけど、アメリカって嫌われてるんですって。あいさつ、まあ、というよりあれだけ大きな国ですといろいろと思うところもあったりとかして、さらにはアメリカはアメリカの国益で動いてますんで、その国益において自分の国益が損ねられるような状況だとやっぱりねーって感じ、いやーねーって感じ、まあ、これに気づくきっかけになったのはワールドカップなんです。ワールドカップ絡みでこれちょっと嫌な話なんですけれど、ヤフーニュースザダイジェスト、PK を外したフランス選手に人種キャベツの誹謗中傷が相次ぐ、先般扱いの選手をバイエルンは擁護、我々の社会であってはいけない。冒頭紹介します。 PK を外した名手が SNS で誹謗中傷を受けている。現地時間12月18日に行われたカタールですよね、ワールドカップ決勝で前回王者のフランス代表は PK 戦の末に2対4でアルゼンチン代表に敗戦、史上3チーム目となる連覇を惜しくも逃した。まあ本当にあの日は寝不足でした。寝不足でした。日本代表が PK で敗れた時ですね。PK は運ですと。というのは、サイコロを転がして6分の1の目をキーパーが当てるようなものだというお話しました。ざっくりと言うと、ゴールマウスがありまして、キーパーのリーチが真ん中。で、まあ順番に仮にですよ、便宜上。上と下に分けまして、上から1、2、3、4、5、6っていうある。この出目の中で、PK 蹴る選手が、コロコロコロっと茶碗の中にサイコロ転がして。で、これ、お茶碗の中に入らなかったり、こぼれちゃったりすると、これ、ゴールマウスを外したような状態。そしてこの中に入れて、1から6まで必ず出ますよね、サイコロですから。その時キーパーが、これが3だとか、4だとか、当てた時にそこに行って止まる。それぐらいのものなので、止めたキーパーを褒めるべきだというお話をしました。ただ、日本を下した。クロアチアのキーパーは、これずっと一回蹴るごとに、なんかメモ見てたんですよね。メモ見てた。つまり、日本は完全にマークされていた。これですね、メルマガ版の方ではちょっとお話したんですけれど、日本はドイツもスペインも破ってます。そしてヨーロッパで活躍する日本人選手たくさんおります。するとどうなるか。日本は強豪国、あるいは準強豪国としてマークされていた。まあ、そう考えるのが自然じゃないでしょうか。ところが日本はクロアチア戦に日本の選手としてもわかるんですけど、チャレンジャーのつもりで行った。強敵クロアチアに挑むぞって言ったんですけど、クロアチアの方は、うん、ジャパンなかなかやるよねっていうのは決定マーク。徹底的にスカウティングされていた。まあ、それによって、あの選手はどちらに蹴る確率が高い。よってそちらに飛ぼうと。まあ、そういうことなのかな。よって日本のベスト8進出ならなかったのはメンタル。メンタル。これは勝負強い弱いじゃなく、自分たちが強豪国になったというメンタルがまだ追いついてなかったのかな。特に今回大会は充実した戦い方をしていたのに、チャレンジャーです。チャレンジャーになっちゃった。次です。次。で、話戻します。かように PK というものは、止めたキーパーが素晴らしいんですよ。ところが、フランスの方では、外した選手が、
まあいわゆる肌の色でですね、批判をされているということです。外したコマン選手が所属する FC バイエルンミュンヘン、ドイツのチームですね、はこのように言っていると記事より紹介します。と、 FC バイエルンはキングスレーコマンのコマンへの人種差別発言行為に対して強く非難しますと抗議。バイエルンファミリーは親愛なるキングのそばにいます。人種差別はスポーツ界や我々の社会であってはいけないと続けた。まあ、ドイツのクラブチームのミュンヘンの方では、いや、僕たちはね、人種差別に徹底的に抗議します。いや、ドイツさんはね、やっぱその人種キャベツ、あ、いや、差別に対して厳しい。ですから、日本戦の直前、やっぱり差別反対ということで、このような抗議活動をしていたと NHK の記事より紹介します。ドン。ワールドカップ差別反対でドイツ連盟が改めて抗議の意思ということでですね、試合が終わった後も、私たちは反対します、反対しますということで、グループリーグでね、去ってしまいましたけど、ドイツの存在感を示したという、言えるのかな言えるのかなっていう感じ。というつも、言いたいんでしょうかね、と言いたいんでしょうかね。一方ですね、産経新聞にはこんな記事が載っておりました。カタールファンがドイツに抗議、自国の差別棚上げと訴えですね。カタールのファンらはトルコ系の元ドイツ代表エジル氏の写真や似顔絵を観客席で掲げ、エジル氏は2018年ドイツの民族差別を理由に代表引退を表明し、ありましたね、ありました、勝てばドイツ人、負ければ移民と話した人物、ファンらはドイツにも差別などの問題があると指摘した形だ。勝てばよー仲間のドイツ人、負けたよお前は移民だーっつって、ドイツってそういう国らしいですよ、カタールの人が言うにはですよ、カタールの人が言うにはですよ。そう、らしいですよ。らしいです。これが実のところ、世界のいろいろな差別問題を難しくしているところなんですよ。この話題、ずっとワールドカップ期間中紹介したかったんですが、まあ、ちょっと水を差すのも野暮かなっていうんで、放置していた話題。ここで伏線回収させていただこうと思います。それがこちら、ドン。ドイツ番組、ワールドカップ解説で日本人差別発言、SNS で抗議相次ぐ YouTube 動画は削除。これですね、実はこの時ものすごい SNS で盛り上がってたんですよ。盛り上がってたって悪い意味でですよ。ふざけんなドイツって、あのメイロマさんが竹に狂っておりました。元国連職員で著述家の谷本真由美さん、メイロマさんですは、日本人サッカー選手に対してチンチャンチョンと差別発言、日本人はこのような発言に対して黙ったままでいいのかと指摘した。まあ、このキーワードがとんでもなく差別用語のようでございます。まあ、あんまりピンとこなかったんですけれど、その態度はやっぱり小馬鹿にしてました。で、この動画が拡散されて、今は動画が削除されていますけれど、その当時、10万再生以上されていたということです。画用にですね、ドイツ代表がカタールのワールドカップの大会会場で手でね、口隠して、抗議しますとか言ってて、選手は別ですけどね、選手は別ですけれど、国に帰ったら、ギャスコギャスコやって、フランスの代表が、PK 外して、それによって何か言うのもあれなんですけれど、同じようなことをドイツもやっていたとカタールの人が言っていた。世界のこの人種キャベツだからね、嫌な話、ドイツ人あなたたちが言うんであれば、まず国内をねしっかりされた方がよろしいんじゃないですかっていう気がします。まあ、日本人的な感覚からいきますと、まあそれも余計なお世話って言われたら余計なお世話なんでね、いいんですが、しかしやっぱり抗議しなければいけないところは抗議しなきゃいけないと思います。こうした日本戦の直前にこういうパフォーマンス、おほほほほとパフォーマンスをしたのがドイツチーム、ドイツ代表、そしてドイツ国内では何が日本選手に対して、日本人に対して、日本社会に対して行われていたか。まあ、これはドイツ人全体ではなく、そういうね、ちょっと配慮の足りないとか、知恵の足りない、資料の足りない、思いやりの足りない。まあ、そうした人は世界中どこにでもいるというお話でした。日本国内でも実のところこれ他人事じゃなくなるよという話なんですよ。それがこちら、イスラム教徒の墓が足りないということで、これはニュース23です。2人で盛りかけでおなじみだったニュース23で、国山ハセンさんがですね、今年いっぱいをもちまして TBS を退社されるということで、まあ、そのための企画ですかね、お父様が旅立たれたということで、それによって企画したということなんですが、日本国内でお墓が足りない、あのイスラムの方、ムスリムの方ですね、は土葬なんですって。まあもちろんね、その亡くなった時のその葬り方というのもその人の尊厳なので、まあ、可能であるならばっていうところはあるんですが、日本国内今どうなってるでしょうか。お墓のタワマン化、お墓のタワマン化が起こっております。つまり土地がないんですよ。
土地がないので土葬で埋めちゃいますともうそこしかない。しかしですね、まあお骨にしてタワマンにすると縦積みできちゃう。嫌ですね、縦積みできちゃう。うちも父親が旅立った時に、まあ私18歳だったんで、まあ納めるお墓がなかったんで、しばらく納骨堂に結構お世話になったんで、ですが、だからありがたいんですけどね、日本国内土地がなくてこうタワマンになっちゃってる。お墓のタワマン。なのでそれぞれの国にはそれぞれの文化風習があるので、海外からって言われたからといって、お、うん、海外から言われたらそうなのねっていうのは違う、明確に違うというお話です。ただ先ほどの国山ハセンさんの企画に関しては、まあ、ご本人のご家族の話と年内で退社されるということなので、まあ言いたいことがあったのかねって、まあ、電波の私物化とそれを言うのはね、野暮かなと思っておりました。そしたら朝日新聞にこんな記事が出ておりました。と、日本の難民受け入れ増やして国連難民高等弁務官補が会見。朝日新聞の記事ですね。国連難民高等弁務官補のジリアン・トリックスさんが初来日ですって。で、21日に東京都内で記者会見をした。ウクライナからの避難民2000人以上を受け入れた日本政府の対応を前向きな変化と評価し、前向きな評価と上から目線で評価していただいたそうです。で、その上で欧米と比べて少ない難民の認定や定住についてもっと増やしてほしいと注文をつけたということなんですが、いやもちろんね、おっしゃりたいことわかりますよ。しかしヨーロッパの皆さんが中東やアフリカで何をしたんでしょうかという話。一方我が国ではですね、かつての同胞が戦乱に巻き込まれてですね、まあ、というか戦乱で押し込まれて日本に来ました。今も受け入れてるんですよ。いやいやいや、我々日本社会はこれをね、あだこだ言いませんね、受け入れてるな、まあ、困った時お互い様ですから。ただあれから56、57年の月日が流れました。一時的にね、まあ、親子ぐらいまでは、特別在留でいいかなって、そのちょっと前までね、20年その時点での20年前までは日本人だったからねっていうことで、誰のこと言ってんのかな、何のこと言ってんだろう。まあ、かようにこれも歴史的な経緯を踏まえたときに、日本はね、農民受け入れなさいよって言って、何をおっしゃってるんでしょうかというお話。そして日本国内はと言いますと、やはりその旅立った時、旅立たれるの後というのはやっぱり人間の最後の尊厳と言っても良いのかなという気がします。それが今このような状態になっております。ドン、デイリー新潮の記事です。東京23区内の火葬場、独占企業が中国資本参加に、葬儀業者を締め出されて青息と息。青色と息というのはあの歌のタイトルで青息と息でございます。つまり東京都内で旅立った時にそのご遺体を土葬はじゃなく火葬をするにあたって、その火葬をするその業者さんが中国に買収されちゃって、今じわじわとステルス値上げというより堂々と値上げされているというお話でございました。ですので我が国では人権問題変わらずこれからもね、取り組んでいく必要はありますが、今ここでナウで生きている人間の、そしてそれが旅立つ時の人権というかお金の話、まあ、こういうものも今ですね、なかなかに侵略されつつある、まあ奪われつつある、まあ、こうしたことこそ本当は報道してほしいなと思うんですが、こちらの話題、デイリー新潮さんとか雑誌レベルではちょいちょい出てるんですが、地上波テレビで放送したのは私確認したことがございません。テレビというのは公共の電波でございます。東京の話題だろ、まあそうなんです。しかし東京で雪が降った、雨が降った、槍が降ったら本当のニュースですけど、ちょっと雪が降っただけでギャスかギャスか、東京が大変だ大変だと大騒ぎするのに、なぜか東京の火葬場の話、中国絡みの話はしない。おかしいな。シロがこう言ってます。日本人キャベツ差別、うっかりと日本の報道は日本人をなんかないがしろにしてるんじゃないかな、こんなことをちょっと指摘してみようかなと思ってしまいました。